ゲートインを終わりまして、スタート体制が整いました。いよいよスタートです。今、ゲートが開いた。きれいにスタートしました。各番、発動してまいります。2番、6番、9番、15番、18番、5頭並ぶようにして出ていきます。人気の11番、ご注目ください。2番、9番、15番、18番、4頭並ぶようにして出ていきます。さあ、先頭から整理しましょうか。前の方、一段のまま、向こう正面に進めてまいります。さあ、9番、先頭は2頭、並ぶような体勢です。そして、その外から15番、そして内を2番、そしてやや外を6番、追走。それから、その外、18番、すぐ後ろから11番、抜け出そうというところ、ちょっと外を16番、さらに、その内を4番、すぐ後ろから17番、すぐ後ろから5番、さらにそのうち3番、それからその外10番が800m 通過、ますます速い展開になりました。各馬少し淡々、依然として馬群は固まってまいります。600の標識を通過してまいります。さあ、馬群が固まって第4コーナーに進めてまいります。先頭は9番、14番懸命に出ていきます。さあ、勝負どころに入ってまいります。さあ、これから最後の直線に入ってまいります。さあ、最後の直線の勝負だ。ここで先頭関東の争い面白くなった。オレンジの帽子15番力尽きたか、直視が湧いている。さあ、先頭争い2頭黄色い帽子10番出てきた。あと 200m 出てきた。白い帽子2番9番一騎打ちか。まだ先頭2頭の争い、緑の帽子11番来たぞ。11番か、逆を切った。先頭入れ替わった。さあ、ここで先頭は11番か2番来ないのか。ここで先頭11番先頭ゴールイン。